再び千金小屋大サートワですが、この時ボメがせっかく減ったのにまた増えるのおかしすぎるよ。何度も何度も緊急事態宣言以前から言ってます。今まさにオーバーシュートの局面を大幅に超えております。クラスター効果、感染経路不明性が多すぎる。医療は常に壊滅状態でございます。やはり東京以外としか考えられない。若いから大丈夫じゃありません。若いのでも重症化しやすいんです。何回も言ってますよ。はい、そこで新型コロナ支援プロジェクトをして結婚するって本当ですか？歌います。はい。雨上がりの朝、届いた短い手紙、ポストのそばには赤いコスモス揺れていた。結婚するって本当ですか？机の写真は笑ってるだけ。ほんの小さな出来事で別れて半年経ったけど、優しい頼りを待っていた、待っていた。雨上がりの街、青い風が過ぎる。花屋の店先の赤い電話に立ち止まる。結婚するって本当ですか？あなたに寄り添うその人は白いエプロン似合うでしょうか？もうすぐあなたは遠い人。できたらあなたの胸の中戻りたい。ルル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 。結婚するって本当ですか？今でもあなたが好きだから、心を込めて祈ります。幸せを。ルル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 ル。結婚するって本当ですか？会場じゃないください。今日は私どうもやさい。会場インタビューもやさい。SJ 海外、某機能と山崎が来ないでください。ステイホーム！バイバイ。